皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの猪木一です。今日はですね、こちらのスタジオで今度の衆議院選挙に立候補する予定なので、私なのでですね、こちらで政見放送を撮っていくという感じのスケジュールになっております。前回参議院選挙に私出たんですけれども、その時はテレビのスタジオでこう3分間、ね、座って原稿を読むみたいな感じだったんですけれども、今回はですね、完全に持ち込みということで、ちょっとねバレエのことを語るわけなので、衣装なんか着たりして、もう政見放送らしからのですね、ちょっと感じで撮っていきたいと思いますので、頑張っていきます。行ってきます。一人はバレエのためにアルバイトしながら生活を送りっていうところで、喋り始めるとこ頭にちょっと空間ができると思うんです。で、一旦終わった後に3秒くらいまた空間ができると思うんです。で、また続けて読み始めていいです。はい、ここをカットするんです、その場合。はい、わかりました。はい、で、そんな感じでこう空いてるところをちょっと少し開けておいてもらえれば、はい、それで大丈夫です。わかりました。出るとこまで。はい。何見せたかねなんかちょっとコミカルな感じで絵から見れば面白い。で、逆に今度出てアウトする感じでやってみましょうか。出て、うん、そこボタン欲しいですね。なんかいいよ、いいよ。それに、あともう一回だけ、優雅さとやりましょう。優雅さ優雅さフィニッシュは、そう。今ね、伸びすぎちゃう。唐揚げ飲みますか？今なら6ポイントです。唐揚げ飲みますか？実は投手だ。そう。これが珍しいんですよ。めっちゃ痛いですよ。無理しない。全然成立してます。はい。もうそこでフォーカスフィックスでいいと思う。最初にできたので、大きくずれないじゃん。そう。私バレエ公演があるんですけど、いつもお世話になっているのでご招待します。よかったら来てください。はい、ありがとうございます。なるほど。もう一回お願いします。はい、ちょっと上に読んで、はい、少し中に見えるのは顔に近い。あ、いい感じです。メガネのちょっと下ぐらい、そのぐらいです。はい、そのぐらいですね。はい、はい、じゃあお願いします。ではお願いします。私には夢があります。日本で活躍するバレエダンサーが踊るという活動によって自立した世界を作ること。いいですよ、いいですよ。一緒に皆さんそのまま行きましょう。自立した生活ができる世界を皆さんと一緒に作る。
私には夢があります。日本で活躍するバレエダンサーが踊るという活動によって自立した生活ができる世界を皆さんと一緒に作ることです。大変な時期だからこそ心豊かにする芸術、文化に皆さんの力をお貸しください。バレエ大好きの井戸圭司でした。皆さん幸せな、ハッピーバレエ。はい、ということでですね、今日は政見放送を撮ってきたんですけども、無事に終了いたしました。ありがとうございます。いやまあ政見放送9分間の政見放送なんですけれども、朝の10時から、夜の6時までかかりましたね。もう延べ8時間の撮影でございました。ちょっと声もですね、若干ちょっと出ないような感じになっているんですけれども、はい、ただね、喋るだけだったらこんな時間かからないんですよ。いくらね、いくらテイクいっぱい撮ったからといって9分喋るだけならそれで終わりなんですね。ここにカメラこうして、ただ私が立候補した理由はみたいなねこと言うだけなら、それで終わりなんですけどね。それじゃあ見てくれないでしょというところでですね、ちょっといろいろ裏でね、喋って裏で流す映像などもいっぱい撮った結果ですね、ちょっとね、だいぶ時間がかかった政見放送制作になってしまいました。で、どこからまあ編集してそれを仕上げていくわけですが、テーマとしては基本的には文化とお金ですね。バレエの結局そこら辺の、バレエ綺麗だねとか、バレエこういうとこ楽しいよねっていうのはもちろん大切なんですけれども、私が感じるのはバレエダンサーというものが職業として完全に成り立っていないというこの事実ですね。お金を稼げるというところで考えれば、バレエダンサーというのは職業ではないんですよね。稼げない人は職業とは言えないと。ただ文化、芸術というものなので、いかに、そこをにお金を回してですね、皆さんに価値を提供し、文化をとして、絶やさないようにしていくかっていうところをですね、していくためにはどうしてもお金が必要になるので、そこの部分をですね、切り込んでいったような、内容になりますので、正直バレエ業界にちょっと喧嘩売ってるようなところがあるんですけれども、まあ、実際にこれを私個人はですね、やっぱこれが大切だと思ってるからこれを主張しているわけで、それを実際にこう言ってみたときに、みんながどう反応するかっていうところでですね、まあ、結局、必要とされればそこで、何か支持を得てですね、票を得たりしていくでしょうし、そうでなければいらないというところで、まあ、消えていくだけだと。まあ、どちらにせよそれは、やってみないとわからないことなので、まあ、そういう理由ところもあって、今回は立候補いたしました。まあ、どうなるか、これからまだ、衆議院選も衆議院も解散してないので、いつになるかは正確には分かりませんが、これがですね、まあ、戦っていく感じに、またいろいろ準備をしていくと思います。はい、ということでですね、こんな感じで、バレエの世界からを政治からまたねちょっと切り込んでいくような形で活動していきますので、よかったらぜひ見てみてください。はい、ということで皆さん幸せな、ハッピーバレエライフを。